今からお前に何話そうかな、どうやってこの感じ伝えようかな、少し長くかかるかもな、でもね頑張ってみるよ、神様もきっとびっくり、人ってお前みたいにできてない、この世紀最大の突然に暗闇にお前は美しい、そんなお前を見せちゃった母ちゃんの心飛び転ぶ月空ほど近くにいたんだ、その思いと思いがちぼけな時間なんてもの、先週はいつしか目と目も合わさずも二度と聞こえない、ただ今そんな二人を前に詰める、ぬるっとした瞳でこうつぶやく、私の命は二人の愛の証、そこには一つだってそうはない、そうでしょう、そうだと言ってよ、二人に愛はもうないというのは確か、命は全て嘘に変わり、時に嘘を咲かせないで、この日二人交わした約束を今につなぎ取れる機会が、今の君なの、二人を見て流れるその涙も半分こずつ笑ったのに、君がこの世に生まれた奇跡を信じれないという、君と僕とが出会えた奇跡を信じれないという、同じとこに焼けたピアス、お前のだけ焼きに勝って見える、輝くな、お前みたいに世界愛せるかな、俺の心の潤いを頼みに行く、こっちだけ人気どうとも、その最後の一瞬だけど、お前が見てた世界見てみたいの、もう決めたもんね、お前50になっても同じベッドで寝るの、手と手合わせて話も繋がって、一生離れなくなったりして、こんな夢もいつまでも見よう、覚めなければいいってことにしとこう、覚めるから夢と呼ぶんでしょう、って言うなら他に名前つけよう、君と書いて恋と呼んで、僕と書いて愛と呼ぼう、そうすれ離れそうもないでしょう、いつかそんな歌作るよ、僕が出会えたこと、人は奇跡と呼んでみたいだけ、奇跡が生んだこと、星で起こるすべて奇跡以外ないだろう、独占戦術だろうと大作界だろうと、俺の目的人だ、君が火星人だろうと、君がいなくても俺は地球人だよ、今でも他にも星人でも、仲間隣の星だろう、一生で一度の